decades. さあ、ここからはロアッソマガジンのコーナーです。早速 J2 第27節ジェフユナイテッド千葉戦のダイジェストからご覧ください。うまかなよかなスタジアムで行われた第27節ジェフユナイテッド千葉戦、30番ミッドフィルダー中間が13試合ぶり、36番フォワード牧が8試合ぶりにスタメン出場を果たします。立ち上がりの千葉の攻勢をしのいだロアッソは前半14分、23番ディフェンダー倉川のスルーパスに牧、これは惜しくもポスト右に外れます。38分には10番ミッドフィルダーヤブがゴール前に送ったボールを仲間がボレーシュート、これはオフサイドでゴールとはなりませんが、ロアッソ多くのチャンスを作りゲームの主導権を握ります。そして後半31分、ロアッソはヤブに変えて J1 神戸から期限付き移籍してきたばかりの新加入37番ミッドフィルダー高柳をピッチに投入。すると40分、17番フォワード斉藤、途中出場27番ミッドフィルダー中山とつなぎ、最後はこぼれ球を高柳、これは惜しくもポスト左に外れます。直後の41分にも再び斉藤、中山とつなぎ、高柳のミドルシュート、ロアッソは守っても44分、千葉33番ミッドフィルダー河野のシュートをゴールキーパー畑がストップ、さらにこぼれ球を倉川がクリア、ピンチをしのぎます。結局両チームともに最後までゴールは生まれず、試合はスコアレスドロー、勝ち点1を分け合いました。あれだけゲームうまく持ってって何回もチャンスを作って、それで勝ち点1、非常に言葉にするの難しいんですけど、その内容が伴ってたからこその悔しさっていうのはやはり選手同様私もあります。それでそれをなんとか次の糧に持ってって、今日集中してみんなが戦えたのも日々のトレーニングの中で、今日試合に出なかったベンチにも入れなかったメンバー含めて 100% トレーニングに励んでるくれてることが積み重なってだと思うんで、またその悔しさを糧に次に向かって、全力でいけるように持っていきたいなというふうに思っております。それでは J2 第27節を終えた時点の勝ち点と順位です。ロアッソは6勝11分け10敗、勝ち点29で現在19位です。ロアッソ熊本、次の対戦相手はカターレ富山。ここまでの成績は2勝4分け21敗、勝ち点10で最下位。第27節ジュビロ磐田戦は上位相手に健闘するも3対2で敗れています。 J2 第28節カターレ富山戦は8月24日日曜、アウェイ富山県総合運動公園陸上競技場で午後6時キックオフです。今回はこの富山戦に向けて新加入37番ミッドフィルダー高柳一生選手に意気込みを聞きました。チームに合流して1週間ぐらいかと思いますけども、この九州熊本の印象はいかがですか？まあ、来た日からかなりの真夏日だったのでまあ率直に言うと暑いなという印象です。まあ、今回ロアッソに期限付き移籍をまあ決めた理由、まあ、思いというのを聞かせていただきたいんですが。まあ、そうですね、神戸でまあ自分の状況とかいうのもしっかり考えたときに、やっぱり熊本さんの方から声をかけていただいて、うん、まあ、少し考えましたけど、やっぱり試合に絡みたいっていうので決断しました。このロアッソの監督、小野監督といいますと、まあ、高柳選手がプロデビューを果たしました広島時代の監督ですけども、その久しぶりに小野監督の下でプレーするというのはいかがですか？まあ、やっぱり懐かしさもあり、まあ、それでサッカーに対してすごく情熱もあって熱意のある人だと思うので、うん、その下でまたサッカーできるっていうのは幸せに思います。ちなみにそのロアッソに、まあ、例えば知人であったりとか、そのまあ親交のある選手というのはいらっしゃったんですか？そうですね、まあ、来るって決まった時はやっぱり札幌で一緒だったヤスと、まあ、僕広島実家あるんですけど、まあ、地元が一緒なんでユートという2人は知ってました。はい、
なんかどっかに行かれたとか、ご飯を食べたとか。あ、すぐ行って、まあ、チームの状況とか、選手のこといろいろ聞きました。はい、高柳選手は、まあ、ポジションはミッドフィルダーということで、まあ、主にプレーされるボランチはもちろんですけども、そのサイドバックもできるというユーティリティープレーヤーですけど、そのご自身のサッカー選手としての、まあ、ストロングポイントというと、どういったところでしょう。そうですね、やっぱり攻守においてボールに関わるということで自分の存在意義があると思っているので、うん、やっぱり試合の中でどんだけボールに絡むかというところで勝負していきたいなと思います。うん、そして先日のホーム千葉戦では、加入間もないながら途中出場で矢部選手に代わってボランチでプレーされましたけども、感想というと、まあ、ああいう中で、来たばっかで途中出場で出れるというのはやっぱり幸せですし、うん、サポーターの皆さんにも名前を早く覚えてもらえるようにもっと活躍したいと思います。まあ、実際高柳選手の、まあ、ミドルであったりとか、ゴール前のパスで崩したシーンと惜しいシーンも結構ありましたもんね。そうですね、ああいうシーンを多く作っていって、まあ、もっと得点っていうのをね、まあ、チームとしても課題だっていうふうには聞いてるので、そこを重点的にやっていきたいなと思います。うん、ロアッソ次はアウェーで富山との対戦ですけれども、じゃあ富山戦に向けて意気込みをお願いいたします。そうですね、やっぱり勝ち点3を全員が狙っていると思うので、それに対していい準備をして試合で勝ち点3を取るっていうので一丸となって戦いたいと思います。